はい、お疲れ様です、えー。今日は超ブラック職人会社の実態、非常識の建設会社の当たり前って、まあまたね、数字とならなかんで視聴率上がりそうなことを書いてるんですけど、まあ建設業ってじゃあわかんないでしょ、職人の会社ってどんな会社か。で、まあ要はコメント書いたら、まあしんどいとかしんどくないとか、残業が多いだとかなんだとか、まあ別に、うん、まあ前も言ったと思うんですけど、まあ別に来てほしくない人は別に建設会社でやってほしいと思わないけど、 うん、まあ、いいとこもあって、悪いとこもあると思うんですけど、まあ、ね。悪いとこは、まあ、一回ちょっと全部話したのかなと思って、まあ、一回ちょっと今、これから話します。えー、あと、あ、チャンネル登録ね。あの、今3万五千円ぐらい言ってますけど、チャンネル登録ぜひしてください。セミナー動画また、ちょこちょこ撮ってますんで。はい。じゃそれでは行ってみましょう。はい。こんなもん絶対ないぞ。有給休暇。もう俺ね、有給休暇なんか俺、社長やって、 二、三年しなかったね。だって有給休暇はわかんないけど、ある会社もある。まあちなみにもう今ちょっとうちはあるんだわ。うん。だけど、まあなくて当たり前だと思うけどな。だって、や仕事休むの。日給月給じゃん、職人ってね、結構。だから、うん、うん、まあなくて当たり前だし、まあ俺ももうそんな求めたこともないし、うん。だから、まあそれはいいか悪いかじゃないけどね。 で、あと、土曜の休み。うん、まあ、建設業界、土曜日動いてるでしょ。今、一部のスーパーゼネコンで、大きいところ、ね、大きい、ほんと現場でなんか、だ、なんか、二つぐらい土曜日休みがあるのいや、らしいけど、うん、まあ、ないよね、現場。だって、ゼネコンのスーパーゼネコンでないんだもんね。うーん、一部上場企業でしょで。現場動いてるでしょ、だって。<laughs> 平日。あ、土曜日か。まあ、あ戦うそうだな、これ、今日。うん だけどまあ、俺が、俺の会社じゃないでね。うちの会社がどうとか、どの子言ってないね。もう業界としてこれ言ってるからね。だって会社から現場までの時給だよね。で現場朝8時作業じゃん。で、会社に7時集合なとかだよね。まあこれ厳密に言うともう7時から給与発生だでね。うん。4番。終了後、終業後の会社での 材料だの段取りとかね。まあ、これつけてくれる会社だったら優秀じゃないうん、ほとんどないでしょ、こんな。現場5時に終わって、愛事務所戻って、で、下手したら先輩のなんかグツグツグツぐツ話聞いて、お前今日のトーったな、これ。とか、なんか聞いて、みたいなもんじゃないのこんな。うん、で、まあね、明日の材料積んどけよ、とか。 まあ俺はこうのつかなくて当たり前だと思うし俺なんかも文句なんか言ったことがないその当たり前だと思った職人の世界でねあの仕事を教えてもらう立場で俺言ってると思ったから本当にうん負けたくないしねまあそんな当たり前で俺はまあ本当中卒だったからまあそういうところでしか働けなかったからまあそういうあのが当たり前だでまあ頭のいい人がこれ見てそんなんどうだこうだっていうのはまあ別に好き勝手だけど俺はまあねコメントなんか全部削除してるやつだもんねえだけど うん、まあ、それは建設業が当たり前だし、うん、まあ、これからもそう簡単にはこれ治んないんじゃないまあ、そんなこと言ったら日給下がるもんね。だけど職人って日給いいじゃん。まあ、これね、一人二人の会社だから俺悪いわけじゃないと思うの。本当に。まあ、面倒見がいい人がやってくれとりゃ、先輩がやってるから有給ない何ないだから悪いんじゃなくて、いいとこもいっぱいあるでね、そういう会社って。その分日給が多いとかさ。うん、だから、まあ、 うん、まあ、しょうがないじゃないけど、じゃあどど、それ見てやるしかないよね。ただ、誰もそんなもんないと思って入ったほうがいい。で、その代わりに日給が多く見えるけど、結局、額面で、結局働いたらそう変わんねえなとか、コメントで入ってるけど、まあ、確かにそうなのかもしれんけど、でそこはまあ、自分で決めて、うん、やるっていうなら、まあ、やれやいいし、うん、ね、それが嫌なんなまあ、別に、建設業界なんか入ってくる必要ないしね。うん、まあ、こんなこと言うもんで、人手不足だって言うかもしれんけど、 まあ、しゃーないわね。うん。まあ、うちの会社はまあ、あるもん結構あるけど、まあ、うちの会社がどうとか、自慢の話じゃないもんで、あれですけど。えー、現場での継承は、プライベート。まあ、ほんとそうだよね、これは。まあ、わからんけど、まあ、こういうこと言うと、あかんけど、まあ、今でも多分、スーパーゼネコンでもそうじゃないうちは、あの、民間がもね、まあ、関係ないんですよ。うん。ね何って言ったらだたら保険料が上がるんでしょ、多分、あれ。 だから軽症とか、の件数かなんかで分からんけど、俺も、件数を増やしたくないとかで、軽症ね、軽症っつっても、現場の軽症で1週間休まなかんとかあるけど、結局、まあ、ないないでやってくれとか、まあまあ、書類もうるさいとかでね、今でもそうじゃないうん、あのな、な、わかるかな、これ、軽症ってあの、あの、何、あの労災を使うなってことですよ。うんだって、労災使うと、まあ、書類もすごいうるさいし、 うん、まあその上にね、労働、まあ、労災の会社に、ね、うちも労災入ってるけど、でうちはまあ元請けだもんね、まあ、使い使えって言って逆に隠すなーって言うけど、うん、だけどまあ、うん、税込みでもあるでしょ、これ。うん、まあこれは当たり前ですよ。うん、本当に軽傷もう,こうバーって傷したいよ、お前。なんか家でやったって言っとけよ、みたいな。それをうち,うちに今んでよ、俺、奥署は。うちちゃんとやっとるで。 うん、まあそれがこの業界の当たり前じゃないかなっていうところです。ねあとボーナスもねまあまあよっぽど大きい会社まあゼネコンに入ったらまあもちろんもらえるけど職人で職人ってそうじゃないですかまあ職人さんは見てる人は分かると思うんですけど職人外の人だったらちょっと分かんないと思うんですけど職人の世界ってあの2人3人1人とかの1人親方2人23人の会社ってもうブワーってもうゴマの目のようにあるんだよね。 で、今もう、ゼネコンが社会保険入らなあってうるさいもんで、ね、まあ、じゃあ従業員になれって言って、名前上従業員になれって、まあ結局あるでしょ。半分だけ、15万円分だけ、ね、一番給料、最低賃金だけ入って、あとは裏から金払うわとか、あとは会社として払うわとか、まあ、多分、あると思うんだけど、うちはないよ。ない、ないっちゅうのは別に、俺らゼネコンじゃ何でもないし、下請けで入ってるわけでもないもんで、あの、 民間やってるもん、ね、自分たちのやりたいようにやれるもんで、ね、別にねそんなことやる必要ないから社保、まあ、に入っとる子も俺や一人親方になっとる子も、まあ、それは自由にうちは選べるんだけど、うん、だけど一人二人三人のところでさあ俺もそうだったけど授業員やっとってボーナスなんがまあもらったことないでもまあ昔は本当にね景気良かったもんで寸子みたいなのとか正月の持ち代だとかいろんなものはもらえるけど何ちゅうかなその親方自体も。 結構給料上げちゃうじゃん。俺も最初会社作った時、こんなにかか経費かかるって分かんないから、もうボン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 給料上げてっちゃうからさ。だからどっちがボーナスが多いからどうとかじゃなくて、まあ、学名年間いくら稼げるかって、まあそこを見てきゃいいけど、1日いくらもらえるから面接行って、ああ、この会社いいな、ボーナスもこれぐらいもらえるのかなと思ったら、まあそれは勘違いするなよって。で、ボーナスもらえるんですかいや、ねえよって言われた時に、ああ、バカ野郎って言ったって、もうしょうがないから。 うん、まあそんなもんちゃうってうちでも、うん、ここ数年だね本当に職人さんにボーナスちょこっとでも出されるようになったなんちゅうのはうんだからうんまあそんなもんだと思ってくださいはいじゃあ次のページいきましょうか、はい、まだまだある当たり前ああそうだねこれうん道具は自分持ち作業着支給はありえない <laughs> そうでしょ多分作業着なんか支給しまってるうつるんかな まうちはポロシャツがなんかさ、プリントが入っとるやつは支給しとるけど、社員はね、まあ、一人親方ぐらいまでは行くんかなあ。な、うん。で、社長の奥さんは、姉さん、あこれはね、本当昔あったな。うん、まあ、結構これ、好き嫌いあると思うんだけど、やっぱ、親父親父って言うじゃん、社長のことね。で、ね、2、3人でやっとる先輩のとことかだとさ、まあ、奥さん、たわけみたいなやつでもさ、姉さん、姉さんって言って、また鬱陶しいんだわそういうやつが、なんか、ごちゃ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 言ってきて。 男の社会にさ女が口挟むってほっとろくなことないでしょ。でんかどうだこうだとか酒飲むなとかさあれだこれだとかさでまあ女の人が口挟んでくるってのは本当あるよなこれ。まあこれはまあ好き嫌いがあると思う。あのー、でその奥さんにもよると思うよね。うん、仕事もしんどり文句言ってくるのが別にいいと思えやあれですけど。はい、4番 飲み会は強制参加こんなんも本当にそうでしょ職人の世界も今だいぶ減ったんかなもうなんかうちもまあ職人でも飲まんこ今多いけど、うん、でもやっぱ聞くとやっぱ飲み会って結構ね職人の世界はあるでしょ今なかなか飲酒ができなくなったもんあれだけどほんで車でみんな寝とるとか結構あるもんね、うん、だから俺らも時代もあ断ったらもう終わりだよねもうケツバットの世界だったんでね俺らは。 うんだって、まあ、絶対みたいなのもあったんじゃない仕事帰りにパチンコ行くって言っても、まあ、みんな連れてかれるみたいな。で、そうやって覚えていくんだけどね。社会に出て、俺らも16で、何もわからんとね、お酒の飲み方も知らんと、飲みに連れてってもらって、いろんなことを教えてもらって、まあ、嫌だったけど、行くのは。だけど、今があるのはそういうのがあったからなのかなって、俺は思ってる部分もあるからね。まあ、人によるし、まあ、その、あれだ、あれですけど、 であとは5番「会社事業で休みになっても給料はつかない」まあこののはもう本当当たり前でしょう、うん、まあ当たり前っていうとあれだけど、まあ、日給月給じゃんで本当に建設業界入って学面っていうかね日給多いからこの給料いっぱいあるかなと思ったら結構あるのはだって結局日数が少ないとか、うん、なんかね元請けが今日休みだでお豆休めって言って1週間ぐらい仕事がないでって休まで結局23人でやっとるから ね、その、乗用ばっかりしかやってない会社だと、あの、開いちゃった、空いちゃったっていうの、結構聞く話だよね。だって、まあ、単純に、給料面だけ見たら感じね。うん、ね、こんなんもう本当当たり前だと思うし、文句言ってもしょうがないって思う。いや、これが5年後、10年後になったら変わると思うんだけど、いや、うちのさ、YouTube に文句書くぐらいだったら別に全然いいんだけど、うん、だそれを文句言ってやめるぐらいだったら、まあ、この建設業界には違うとこ行った方がいいよね。 ただ、さあ、やっぱ、頭が足りんだとか、ね、あの、学歴がないって言ったら、まあ、建設業行くか、工場行くかしかないわけでしょ多分。うん、ね、そういうのって、どっちろうかだよね。まあ、工場行ったら、ま、工場員だもんね。うん、まあ、嫌でしょこう、<laughs> まあ嫌でしょって言ったら、工場や大統領って言失礼だけど、職人やっておいたらもう絶対だと思うんだわ。うん、なんか職人やっておるとなんかね、ものづくりっていうのもあるし、やっぱ毎日違う現場行くっていうかね、 完成があって、スタートがあってって、やっぱ面白いと思うんだよな、俺建設業って。稼げるしね。うん。まあ、ある程度、仕事を覚えや独立もできるし、ね。普通に100万ぐらいは、稼げるようになるじゃん。まあ、その代わり保証がないけどね、俺らは。うん。だから、俺はまあ、職人が好きだし、うん。まあ、今でも、ね。まあ、そう、工場で働くって思うと、まあ、俺はどんな会社作っても、まあ、工場だけは作らんな。 まあ今日も、まあ、ちょっとまた長くなりましたけどで最後にチャンネル登録といいねチャンネル登録してね本当にね3万5000あのー、頑張って、あのー、10万チャンネル登録5万チャンネル登録って頑張ってますのでぜひよろしくお願いします